箱もこれさ、コレクションつのコレクションじゃない。箱も。いやーって、いや、中身ちゃんと入ってんのかと。ね。デュルッデルッデルッデル。奇跡。奇跡的にね、ワンボックスゲット。その前に今日はね、これはね、開けない。今日は、これメインディッシュのメインディッシュ。で、次回開けようと思うので、今日はね、いや、今日もメインディッシュのメインディッシュなんだけど、ペラカイジュ。ペラカイジュを、いやもう3回連続出してないから、今日こそ絶対にペラカイジュ出したいんだよね。今日ね、ペラカイジュをまあ2、3体出して波に乗って、次回あっちのワンボックスを開けて、全種にコンプリートいけっかな。ちょ、わかんないけど、あと何種でコンプなの？まあそれも調べてくるわ。調べて、あと何種でコンプなのか、もう 100% 出るから、もしかしたらうまい具合に出たらコンプ決まるかもしんないしね。いや、波に乗れるかどうかな。いやー、嬉しい。ごめんなさいな、アジ。ごめんなさいな。いやー、たまらない。飽きないね。やっぱ今日開けようかな。やっぱ今日開けようかな。ちょっと我慢できなくなってきたけれども、もう、ペラ怪獣。いや、もうその出さんとな、ペラ怪獣ガチで。もうずっと出してないからね。ずーっと出してない。もう本当にもうこれ廃盤になったんじゃないか疑惑で、今日まであるドゥルドゥ。いや、今日はね、もういいけど、前回今日も5回、5個ぐらい出たよな。ワンボックス5個に今日まで出たな。めっちゃ汗、おお当たり、地底人。ドリルマージン。ダリオー、ワレハッシュナリ、ペクトラリスメージャー。でげえな。いや、こいつ見てやっぱ改造してたな。でも、ペラカイジ、今日の目標はペラカイジュ。ペラカイジュ、男の子の、ね、用のおもちゃの方はペラカイジュで、女の子の方はね、クッキーマン狙うとき、巨魔っぽいな、なんか。あ、恐竜だったね。これ恐竜シリーズも全部出てるからな。これもっとさ、種類マジで増やしてほしいよね。せっかくいいおもちゃなのにさ、ただね、俺ちょっともうこれで、最後残念なお知らせがある。これで多分打ち止め。もうどこ行ってもない。もうまた入りますかって聞いたのに、どこももう入んないと。もう発注終わったと。もう終わりかと。もっと作ってほしくない？前もそうだったけどさ、すぐなくなったじゃん。で、今回のごめんなさいだもすぐなくなってさ、もっと作ればいいのにね。なんで作んないんだろう、マジで。俺がね、この会社の社長だったらもうね、めちゃめちゃ作るよ。今が売り時だから。売り時。今が売り時でもめちゃめちゃ作るのにさ、またなくな、もう多分手に入んない。これ。だから最後なんだよね。最終最後のワンボックスなんだよね、これ。ごめんなさいだ、味。もう絶対ないと思う。もう、多分、セブン、近場のセブン、全部行ったから、それもうね、発注終わりって言ってるから、もうないんだ。確実に。あれ？ペラ怪獣かもしんない。トゥル、あー、恐竜だったわ。スピノサウルスっぽいね。恐竜、ギューリー。いやー、ごめんなさいだ、もっと売ってくれよ。頼むよ。今が売り時なのにね、なんで、作んないんだろう。もっと。なんかあれで決まってんのかな、あの作る量って。前もそうだったじゃん。前もさ、あの全然もう底売り切れちゃって、しばらーく1年ぐらい売られてなかったよね、フィラムね。でキャンペーンもさ、なんか今回鳥のやつ続けられるしさ、おお見たクリアレッドの昆虫だね、このクワガタ。前回ヘラクレス出たよね、ヘラクレスとバッタ出て、今回クワガタが出たね。クリアレッドかっこいいよな、クリアレッドな。まあ、ブルーもかっこいいんだけど、クリアリコとすげえなんかバーニングって感じがして、すげえいいよね。そして、いや、ペラ怪獣出ねえな。おいー、海底人と地底人のタイマー、ドルッドルドルドルと、とか。いやー、いいね。やっぱかっこいいね。海底人して、これ当たりだから。しかし、大当たりのね、大当たり。あ、まあまあ、ちょっと、左がいいかな。こっち女の子多いからさ、ちょこっち男の子はラストで、女の子が最初クッキーマンの、いや、クッキーマン欲しいんだよね。クッキーマンも。クッキーマンすげえ狙いだから、あ、クリップだね。クリップ、これしょうもないクリップですよ。しょうもないクリップ。ただ女の子の方にもね、ゆらゆらシリーズとかさ、あ、指輪だね。よし、指輪をつけるわよ。指輪パワーでね、出すわよ。よし、頼むぞ、指輪パワー。クッキーマン、クッキーマン、頼むぞ、切ってくる。指輪は、指輪は女の子が来たわよ。ダブルでつけるわよ。よし、これ大丈夫。ダブルパワー。ダブルリングパワーね。これ男の子だから。田辺さん来てくれ、ペラカイジュ。いやー、出ねえ。マジペラカイジュ出ねえな。いやー、これきつい。ペラカイジュ頼むよ。一個ぐらい出てよ。もうしばらく出てないじゃん、君。
おもちゃ箱箱から出てくるクリップ、やべえマジか頼む、あ、男の子ね、ペンラケアイジュー、ペンラケアイジュー、頼む、あ、コマっぽいな、キョマ、あ、キョマのにみんな大好きキョマリチカー、いやー、ちくしょー、あとは、あ、これ女の子ないし、これでく、あと全部男の子だから、あれでクッキーマンを狙うぜ、あ、違うか、クッキーマン、ペラカイジを狙うぜ、これゆらゆらシリーズね、俺の大好きな、これ亀が一番好きだから、亀がもう指輪いいわ、マジ指輪取るわ、マジクソよし、ペラカイジ、あとね男の子だけだと思う、ないよな、まあ女の子あったらクッキーマン出ればいいから、タラベペラカイジよ、なんかペラカイジっぽいよって感じ、チロリズム、あートプスイか、チョリケラのトップスイでやってる、突進力、突進力、ちくしゃ、でも可愛いよね、これを改造したいわ、やっぱでも改造したいよね、改造心がくすぐられるというか、なんていうか、頼むぞ、来てくれよ、で次もあれだからね、ごめんのサイダーをね、ごめんのサイダーを開けてコンプリートして、いやもっと買いたいね、これでマジでね、なんでだろう、作れない理由あんのかな、なんか決まってんだろうね、きっとね、製造の数ってね、それ以上作っちゃダメなんかな、いやでも売り時だから、どんどんもうこんなに売れてんのにね、どこ行ってもないんだよセブン、あ、これペラ乗り物な、多分ペラつながりだけど、うん、これペラ乗り物な、 やっぱねペラ乗り物、いやペラ乗り物じゃなくてペラ怪獣の方が欲しいんだけどな、スタンプになってね、しかもこれ連結もできるっていう優れものですから連結も可能っていうね、頼むペラが1個でいいよ、とりあえず持ってるやつでもいいから、持ってるやつ、お願いペラ怪獣、え、もうないのかな、もしかして、そんなことないよね、絶対あるよね、あ、これもペラ乗り物、やっぱりな、ペラ乗り物だ、くそー、ペラ乗り物が続いている、頼む、俺は信じてるからな、ペラ怪獣、最後の最後に来てくれること、おう、信じているぜペラ怪獣、トゥルトゥルルルトゥル、ふぅ、ドリルマジンだ、地底人全然 OK だ、地底人、これは当たりだから、これも何個ででも OK ですよ、大当たりではないけど、まあでも大当たりの部類入る気はね、地底人かっこいいね、海底人、シャシャ、マスが増えらむのにこんなかっこいいおまけがあるなんて、ほんと最初知らなくてさ、あ、胸になんか穴開いてる、え、レアだね、これエラー品だわ、ちょっと気泡入ったんかな中に、おお、胸に穴入ってる、エラー品だわ、レアレアレアですよ、レア、ありがとうございます、うわー、ラスト2、マジでか、よー、俺信じてるぞ、来てくれよペラカイジュ、あ、違うな、これ違うな、多分やっぱりで、いやでもさ、ワンボックスでこんなに出るなんて、海底人2、地底人2、大勝利ですよ、これ普通だったんで、俺の今のね、ペラ怪獣なんだよね、ペラかいな、いいでるって、しかも最後女の子だったお前女の子あったんかよ、まだでもクッキーマンが出る可能性がある、クッキーマン出なかったか、ペラ怪獣も出なかったし、クッキーマンも出なかった、え、マジできつくないこれで、え、マジなんで出ないの、うわー、泣けるわー、せめて1個出てくれたらよかったのになー、ということで最後はね、このクリップ、桜のクリップだね、はぁ、みんなごめん、ペラ怪獣もう一生出せないかもしれないペラ怪獣自信だけ出てきた、しかし最後にね、これがあるから、最初の最初で最後のこのごめんのサイド、いやもっと出してくれればいいのにね、もう売れ残るほど出しちゃっていいよ、もう俺全部買うから、俺全部買うからさくそー、クエラマでも大好きなんだよね、もうマジでこのミニチュアシリーズ絶対コンプしたいしさ、ごめんなさいだって可愛いし、名前これもう、これ箱もコレクションだよね、まさか箱でゲットできるなんて本当に嬉しかったね、次回これ開けるから、明日ね、明日またこのごめんなさいだ味でお会いしましょう、あ、その前に普通のクエラマで食うか、クエラマでパーティーしようぜ。